はい、皆さん、こんにちは。えー、ご視聴いしております、えー。今日はね、あの、ちょっと左利き用のギターのご案内ということで、あの、まあ、解説動画というかね、えー、ご案内動画という形で、あの、皆さんの方に、えー、こちらの動画撮らさせていただいております。で、今私が手にしているのが、えっ、ー、と、私のシリーズの中で一番お値段のこなれた、えー、タイプ、えー。10万円しないで、この、えー、装飾ギター、えー、手が入る。えー、で、TDCH との左利き用バージョン。 こちらになりますであの問い合わせ来る時にね不思議なことにどなたかからこう、えー、左利きはありませんかっていう問い合わせがあるとなぜかね別の方からも同じような質問ってこう集中する傾向にあるんですね。 でここ最近あのそういった質問が多かったもんで、えー、改めてこの左利き用ギターというのをちゃんと、えー、作ってますという、えー、ご案内でね動画の方を撮らさせていただきましたで、えー、っと私のシリーズの中で、えー、一覧の中で、ね、この CH の上のタイプで言うと、えー、TD2B、まあ、一番主力の、ね、メインのドレッドノートギターになりますけども、えー、そちらとあとちょっと小ぶりなタイプで、えー、T12 シリーズというのがあります、えー そちらの方でもこう左利き用ギターっていうのをちゃんとあの作っておりますんでえ何かそういったものでねなかなかこう左利き用っていう,こうえ市販で出ているモデル少ないと思うんですねえ左利きの方結構お悩みの方やいろいろお話聞いてるとねあの悩んでいらっしゃる方多いようなんでえちゃんと私の方でお作りすることができますんでねえもし左で何かいいのがないかっていうふうにお探しの方がいましたらちょっと一本私の方にご連絡いただければえお作りすることができます。 でちなみにこれ、えー、右引き用と比較してみますと、これが、えー、と右引き用ですね、TDCA1 の右引用モデル、こちらが左引き用のモデル。 ちょっと演奏してみいと言われてもちょっとさすがに左利きで私演奏ができないんであれですけどもえ全く同じものになりますんでえまたそういうのでねえお探しの方がいらっしゃいましたらえ1本ご連絡お待ちしておりますまあ今日はえそれのご案内ということであのちょっと短めですけども動画の方を上げさせていただきましたまた是非皆さんお問い合わせお待ちしてますよろしくお願いいたします